こんばんは。7月11日午後4時になりました。298回、300回まであと2回ですね。今日の松代なんですけども、暑かったですね、やっぱりね。予想最高気温は31度だったんですが、31度ぐらい行きましたかね。ということで、先ほどね、仕事忙しくて帰って、ね、60過ぎに来たんですよね。で、慌てて今日いつもの通り新聞持ってきました。今日の一面にですね、県区初当選の杉尾さん、もう一度議論をなんて書いてありますね。それからね、こちらにね、素晴らしい方ね、お亡くなりになっちゃったですね、六助さん死去って書いてありますね。83歳、はあ、素晴らしい魅力あるね、俳優さんだったんですけれどもね、残念ですね。まだお若いね、83歳ですけどもね、こんな新聞が、記事が勇敢に載っておりました。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、ふれあい荘のですね、生活相談課長さん、西澤進さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西澤さん、はい、ところで場所、これですかね、ふれあい荘さんは。あ、折っちゃった。生放送ですからね、こういうこともありますね。はい、はい、生放送のいいとこですね。はい、すいませんね。はい、すいません。あ、申し訳ないです。はい、こういうことがね、録画だからこういうのはすぐカットするんですけどね。生放送なんでね、こんなところまでこう出ちゃいますね。はい。ということでね、はい、ちょっと座りが悪いですかな。はい。はい。はい。先ほど あの場所なんですけども、西寺尾 の、まあ、長野自動車道の長野インターの近くになります、うん、はい、で、あの西宝寺さんのお寺の 近くというか、すぐ裏になります。あ、なるほど、はい、すぐそばですね。はい、わかりました。そうで、落ちちゃうかな。じゃあちょっとこっちやってきますかね。はい、それで、まあ、フリアウスさんは、まあ、いろいろな施設があるそうなんですけれども、大体簡単に説明していただくと、どんな、これでいきますか。あ、そうですね、はい、これでじゃあお願いします。先ほどご説明しました、うん、あの松代 の、 あのフライ荘と、うん、あと、まあ、そこにつながってるあの第二フライ荘って言いまして、こちらはね、うん、あの個室の方のユニット型っていうんですけど、うん、はい、の施設になります。で、あともう一つはあのグループホームがありまして、そちらはグループホーム柳島いろりという施設が、はい、一つあります。はい、あとちょっと場所は離れるんですけども、うん、あの稲里地区にありますあの稲里フライ荘っていう、あの特別養護老人ホーム、あの小規模特養なんですけどね、小規模の、なるほど、特別養護老人ホームと、じゃ建物が3つあるってことですか。そうですね。 あともう一つはあの、うん、柳原地区にありますあの柳原フライ荘っていう施設が、こちらもね、小規模特養になりますけども、はい、事業を展開しております。はあ、それでやはりそうすると松代の方じゃなくて長野市全体の方が利用者さんですね。そうですね、あの長野市の方はやっぱり対象になりますね。あ、なるほどね、はい、はあ、で、誰でも利用できるんですかね。誰でも利用できるところなんですけども、そこなんですけども、大事なところですね。特別養護老人ホームは、うん、あの基本的にあの要介護度が3から、うん、5の方になります。で、もちろんあの要介護度1から2の方もご利用はできるんですけども、ただ、その場合はちょっと市町村のね、判断も必要になりますので、基本的には原則要介護度3以上の方からご利用になるというふうな、ことになっております。利用者さんもすごいでしょ、何百人、何千人はいかないね。そうですね、何百人ですね。わかりました。それで何百人を、職員の皆さんは何人ぐらい。職員はいろんなね、介護士とか看護師とか、うん、あと事務の方のね、うん、仕事の人、調理の500人ぐらい含めて。そんなにない。そんなにまあ、おおむね、うん、おおむね80名。80名、ね、そんなにいるのに、はい、国士さん、あ、こんなこと言っちゃいけないな。まあいいや。それでその職員の皆さんっていうのはどんな職種の、やっぱり特別な、あ、いいですね、これ、はい、特別な資格持った方いらっしゃるんでしょ。あ、まあ、我々の知らないような
資格たくさんあるんでしょ。ええー、そんなにそんな難しい資格じゃないんですけども、うん、あのまあ一番多いのは介護士士、ああそうね、はい、あと介護支援専門員、うん、あと社会福祉士、あと栄養士、うん、あ、栄養士、栄養士、栄養士関連者もねよく知ってますね、はい、他にはどんな専門職、あまああの国家資格とかではないですけども、うん、あの住環境コーディネーター、何住環境コーディネーター、難しい人いるんですね他にもそんな珍しい資格の方いるんですか。あとはまあレクリエーション関係の、まあ、レクリエーションも、ね、そんな資格あるんですか。ありますね、はあ、今レクリエーションも結構あのいろいろ進んできて、まあ、あのただ一括りにレクリエーションだけじゃなくて、うん、あのもっと専門的になんかこのあのスポーツをやっていくとか、まあ、あのスポーツ以外のね、うん、あのレクリエーションもやっていけるようなそういうふうなシステムになってます。いろんな方いらっしゃるんですね。そうですね、はい、でなんかあの古谷愛想さんではなんかいろいろその珍しいというか特殊なことされてるそうなんですけど、どんなことされてるんですか。あ、まああのやはりまたねもうじきあるんですけども、あの、うん、毎年恒例の夏祭り、うん、あの夏時期にあるね夏祭りと、うん、あとまああの普段の食事とは違うものをね、うん、あのご利用者さんご本人さんに選んでいただいて、うん、お出ししようっていう取り組みで、うん、まあご利用者さんにその食べたいものをね、うん、あの決めていただくというふうな、あの日を設けたりとか、あとこの法人のね関連の施設になります、うん、あの杉の保育園さんと、うん、まあ、交流をねしていくというふうな、うん、あの取り組みをしています。それはまあ今、やってらっしゃる事業なんですけども、これから何かいろいろ新しいことをされようとしているそうなんですけども、そうですね、どんなことをされようとしてるんですか。まあ、まだね詳しいことはこれからね、うん、あのなるほど、機密じゃねえや、そんな企業秘密かな、そんなことじゃねえか。いや、まだただ単にできてないだけだ、まあ、できればあのできるだけね流星さんのご希望を伺いながら、うん、あのクラブ活動的な、うん、そういうふうなね、あの活動をね、うん、あの進めていければなっていうことと、あとまあそういった例えばあの囲碁ができる方とか、うん、将棋ができる方とかねいう方をちょっとまあ施設にお招きして、なるほど、活動をねしていければなというふうに考えています。で、そういうボランティアさんですね。あ、そうですね、ボランティアさんですね。で、これからまあそういうふうにお考えなんですけども、今はどんなボランティアの方がおいでになってるんですか。今現在はこちらなんですか。そうですね、はい、こちらですね。で、こちらの、ね、フラワーアレンジメントっていう、ちょっとこう立てますかね、見ますかね、もう立てますかね、立てた方がいいですかね。そうですね、こんなもんでね、はい、はい、あのフラワーアレンジメントって言いまして、はい、あの お花をこのあのどんどん生けていって、まあ、それでね、楽しんでいただくというふうな活動をしています、うん、はい、でこちらもあの、まあ、これあの完成品なんですけど、綺麗ですね、あの先生をお招きして、あの先生にねあの毎月来ていただいて、それであの利用者さんにサポートとしてボランティアの方についていただいて作っていくというふうな。これ利用者さん作ったんですか。これは先生。そうですね。まさか西田さん自分で作ってやったんじゃない。だったらね、これね、もっと。もうそこ上手にできる。上手。いや、そうです。そういうことを言うんだな。そうです。はい。はい、それで次は。で、次は。こちら。まあ、こちらかな、次。で、次が、こちらの、ちょっと見にくいかもしれないですけど、まあ、歌とかね、うん、踊りのボランティアの方にも来ていただいて、で、こちらはの紙芝居になりますね。紙芝居と、うん、あの、歌のねボランティアの方になります、うん、なるほど、はあ、でこちらの方もあの2ヶ月に1回のペースで来ていただいて、はあ、利用者さんがあの歌いやすい歌とかね、はあ、そういうのを厳選してやっていただいてます。なるほど、はい、結構広いですね。どのぐらい。そうです。体育館、学校の体育館ぐらい広いんですかね。そんなに広くない。体育館の半分ぐらいありますかね。まあそうです、はい、な割合広い方です、ね、はあ、でこの次もそうですかね。こちらが、うん、そうですね、あのこちらがあの歌とか踊りの、そうですね、そうですね、ボランティアの方が来ていただいたと、はい、ちょっと風景になりますけども、はい、なるほど。でこちらもねちょっとグリアスさんのちょっとあの知ってる歌とかね歌っていただいたりとか、はい、して楽しんでいただいてます。はい、まあボランティアさんもねこうおいでになっていらっしゃる。これはもう次に何回かとかおいでになってるんですか。そうですね、あのさっきのフラワーアレンジメントの方は、うん、あの毎月1回、ね、ああ、ね、毎月だといろんな方、そうですね、だと
歌とか踊りのボランティアさんはちょっと、うん、あの不定期って言いますか、ね、なるほどね、あの日程合わせてあの来ていただけるときにちょっと来ていただくような、はい、話だったんです。まあボランティアさんはねそんなふうにあの皆さんにおいでいただいてると思うんですけれども、あとその地域といいますか地域の皆さんとかご家族の皆さんとのつながりなんてもあるんですか。あ、そうですね、それがですね、ええ、あの先ほどちょっとお話ししたんですけども、あの今月のね末にあります、ええ、あのフライソーの夏祭りになります。ほうほう、あこちらにありますね、あの7月の30日の土曜日、一応17時からフライソーの方で行います。こちらの方はあのもちろんね、あの、うん、利用者さんはもちろんですけども、うん、利用者さんのご家族、うん、あと地域の方もねあの来ていただいて、うん、あの屋台も出てますので、焼きそばとかあとおでんとかビールとかどんどん出てます。何ちょっと今おでんとかビール。え、ビールあります。あれ地域って俺も地域の人間なんだけども俺も行ってるんですかね。いいですよ、はい、あ、いいですね。ぜひぜひそれ行ったらガバンガバンこうもらえる。あ、ビアガーデンみたく。ビアガーデン、あーダメ。あーでもね、うん、あのただってわけじゃないんですよ。ただ食いしちゃいけどね。はい、わかりました。30日、これは毎年やってらっしゃるんですか。そうですね、夏祭りは毎年ます。はい、皆さん喜ぶでしょ。そうですね、やっぱり利用者さんはねやっぱり特にあの、うん、この雰囲気というかね、うん、祭りの雰囲気をあの味わっていただけるので、うん、はい、なるほど、はあ、ところでねもう時間もだいぶ過ぎてきちゃったんですけども、西田さんね今あの相談課長さんでいらっしゃるんだけども、はい、どうしてなんて言っちゃいけないけども、そのフルアイズさんにねお勤めになっていきさつとは昔からやりたかったこういう仕事が。あ、そうですね、まあ、学校卒業して、うん、あの最初、うん、あのまあ、あのフレーソーじゃないんですけどね、うん、特別養護老人ホームに勤務してまして、うん、でその後あのちょっとねデイサービスの経験もしたいなと思ってデイサービスの方に勤めさせていただきました。でその後ちょっとねあの、まあ、あの先ほど少しお話ししたんですけども、あの グループホームっていうね、うん、あの事業の方にも関心があったので、うん、そちらの方もねちょっとやってみたいなと思ったのが、まあ、転職のきっかけで、そして現在、うん、フレアスの方のね、セーラー相談をさせていただいているというふうなことになっております。まあ言葉ではね生活相談員さんって分かるんだけども、具体的にはどんな相談を受けてる。そうですね、まあ、そうだね、いろんな相談がそりゃそうだよね、相談員さんだから相談を、どんな、はい、うん、そうですね、やっぱりご利用者さんとかね、あと ご家族、うん、あと、まあ、あの職員も含めてありますけど、いろんなねそういった方々調整を果たす役割が多いかなというふうに。コーディネーターか。まあいい言葉で言うとそうです。うまく言うと、今宮沢さんにうまくまとめていただいたまさにそういう役割っていうことですね。はい、で、まあ、そういうようなね、まあ、いい言葉というか、まあ、コーディネーターだねやっぱりね、はい、であの気持ちっていうのはどんな風な気持ちでやってらっしゃいますか。そうですね、やっぱりあの入所申し込みとかあるときにも、うん、やっぱりご自分で介護の、うん、がねあのできなくなってしまったとか、うん、あのどうしても介護したいんだけどもやっぱり できない事情があるとかいう方がやっぱりご相談にいらっしゃいます、うん、やっぱり実際、まあ、皆さんのねそういう方々の皆さんのお力にはならない、うん、なれないことが多いんですけども、そこがねとても、うん、もどかしく感じているところであります。気持ちはあるんだね、結果が伴ってこ、ね、これいうこともあるけども気持ちはもう本当に、ね、手を差し伸べてっていう。そうですね、はい、そういうご気持ちで、まあ、日々お仕事されてるんですね。はい、あ、そうですか。はい、で、まあ、そんなようなお気持ちでねお仕事されてるんでしょうけども、その、まあ、ちょっと似通ったことなんだけども目配りとか気配りとかってその利用者さんとか、ね、ご家族に対してどんなことをやってますか。そうですね、先ほど宮沢さんのおっしゃる通りで、うん、目線を、ね、合わせることがまず大事っていうことと、うん、あとやっぱりお話を、ね、うん、聞くことから始めるということが一番出発点かなというふうに思います。まあ、話だけじゃなくて聞くだけじゃなくてやっぱりもちろんご本人さんのねあの表情とか仕草とかそういうとこからやっぱり察していかなきゃいけないなっていうふうに日々、まあ、足りないんですけどちょっとねそういうことを勉強しながら、はい、やっていってると思います。模範的な回答みたいな、いいですね、日々ね、そんな気持ちで仕事されてるんですね。あ、素晴らしいですね。で、もうね時間ももう15分になっちゃったんですけども、
最後にですね、その松代もそうなんですけれども、その地域の方にその何かお話、あ、これじゃなくてこれか、あ、そちらですかね、こっちもそうですね、サインうん、何か一言ありましたら、あ、そうですね、あ、その大きいのですかね、あ、そうですね、うん、はい、それもね、ちょっとご紹介あなかったんですけど、まあ、ちょっと行事も方もね、あの力入れてまして、うん、こういったあの行事のところも、はい、これがあの運動会とか、新年祝賀会とかね、うん、そういったあの行事のお写真と、あとこちらがあの反対ですね。これがあのお寿司さん回転なんですけども、うん、あの施設の方でね、あの、うん、その調理師が実際にお寿司を握って、こういったことを、でお寿司を実際に利用者さんに、うん、召し上がっていただいたというふうな企画を最近見ました。ちょっと熱くなる前ですけど。はい、いいですね。はい、こういった取り組みもしてます。じゃあまあこれ、はい、こう待ってね。はい。で、あとは、はい、これじゃあこう入れてきますかね。はい。はい、最後。はい、再度すいませんが、あの7月30日の土曜日、あのフライソーで夏祭り行いますので、あの皆さん お誘い合わせて来ていただければ。あまりそこに言うと俺行っちゃいそうだよ。え、地域の人も行っていいんでしょ。あ、大丈夫です。え、大丈夫です。ただ例えば全然知らない人が、家族も入所してなり寮してねえのにブラッと行っちゃっていいんですか。あ、祭りの時は大丈夫です。あ、ま、あ、そっか、普通の日じゃない、普通の日じゃない、あ、祭りの時そうなんですか。そうですね。へぇ、またもしボランティアのご希望あればちょっと事前に連絡いただければ。はい、なるほど、ぜひぜひそちらの方も。そういうことがあるんだな。よろしくお願いします。夏祭り来たから今度はボランティアに来てくださいと。そうですね。あ、なるほど、うまくできてますね。いえいえ、はい、わかりました。じゃ あ、いいですか、それで、はい、あの一言一言皆さんには。はい、わかりました。はい、石田さん本当にお忙しい中ありがとうございました。どうもこちらこそ、どうも ありがとうございました。ありがとうございました。さすがね、相談課長、うん、模範的な回答ね、素晴らしいです ねもう飲むだけのあてのあれはダメですよ。あ、なるほど、高いんだよ、高い、なるほど、高い、はい、いや、飲み行ったらさ、毎月ボランティアに来いって言われそうですよ。いいじゃないですか、ね、行くかね、はい、はい、ということで、何のボランティア、ね、いろいろとね、ホラ吹きに行くの。今もお話ありましたの、いよいよね、地域でも夏祭りが始まります、はい、来週はあれですよね、祇園、松下も祇園で、今年は神楽もね、各地区の神楽もたくさん出るようなんで、真田丸で松下も賑わっております、うん、まあ、特にね、ということで各地の神楽も力が入るようです。これは何、夏祭りは全体的な夏祭りの、これはね、アートミュージックで、大博覧会のうちのまた特別版というようなことですね、はい、まあ、ぜひおいでいただいてお楽しみいただければというふうに思います。それから今日いきなり三田さんいなくなっちゃったんで、はい、7月13日の水曜日、これは白鳥神社、海前寺かの拝観をするというイベントがあります、うん、青垣公園集合をいただいて参加費500円ということで、そうですね、はい、というのもありますので、はい、ぜひまたおいでください、はい、ぜひおいでください、はい、ということで来週の予定は、
はい、来週の予定は三田さんですね。はい、三田さん、伊予、ね、島協力会の、長野県支部長の栗林直孝さん。あ、直孝さんね、うちのお店の少しね上がったとこなんですよ。そう、あの人は家計の人ですね。そうですね、西条地域はね、豊坂みたいなんだけど、西条の家計地区ですね。そうです、ね、はい、そうですね、はい、このお宅の直孝さんの竹をいただいて、うん、お工作をしたりいろいろやってますけど、竹いただいて、じゃあ竹林が、大きな竹林が ありますね、ご自宅のすぐ向かい側にあります。はい、いろいろご家地域にもねご活躍で、うん、栗林中将のお孫さんですね。あ、そうなんだ、にあたります。はい、ということで、いろいろ地域でもね、栗林直孝さん、豊坂小学校のコーディネーターもされてるんですよね、確か。あ、なるほど、はい、頑張ってらっしゃいますね。と、まあ、いうことで、三田さんがね、パーソナリティということで、うん、はい、わ、はい、かりました。はい、それでは来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。お楽しみに。しゃべくり松代。